それでは、サロボ貝、大粒サロボを割って、針にかける動作をしたいと思います。まず、サロボを割るんですが、尖った方、サロボを見てもらったら分かるんですが、尖ってる方とこちら丸い方ですね、あるんですが、私はこの丸い方を上にして割ります。でハンマーで叩いてもらったらいいんですが、きつく叩きすぎると中身も全部潰れてしまうので、軽く粗割りでこんな感じで割っていただいたらいいと思います。で、割っていただいたら、こういった大きな破片、大きな破片は、爪で身を削ぎ取ってもらったら、海中でこのちょっとしたこういうビラビラが魚を寄せるというんで、つけといたらいいと思います。で、サルボを割るとよく見ると、サルボの身なんですが、この表面のこのここの部分がサルボは硬いです。だから確実にここをかけてもらう方が針外れしにくいので、この硬いところを通してください。で、粗割りにしたやつをハリスにかけていきます。上下どちらでもいいと思います。通していただいて、とりあえず4つかけます。4つかけて、ハリスに通します。で、最後に、1個を針にかけます。で、これで、サルボの粗割りのかけ方終わりです。以上です。